的をして真横をして左かわしてタイミング篠原ったく勝手に病室抜け出してんじゃないわよ。よう見舞いに来てくれたのか。違う、たまたま近くを通りかかって篠原に言いたいことがあったのを思い出しただけ。言いたいこと？一つは才能のこと。あんた実力を隠してたのね。私があんたの立場だったらあのゲームに勝ててたかどうかわからない。それで？え？一つはってことは他にも何かあるんだろ？おお、もう一つはほら、本物のサラサは誘拐されてないって私が話した後、いきなり乗り気になったでしょ？まあ確かにそうだけど。あれって、結局どういうことなの？好みだって。ああ、うん、わかったよ。姫路がそろそろ戻ってこいって。ああ、悪い悪い。なんだって？なんでもないわよ。おい、俺は怪我人だぞ。屋上でサボってる人間がよく言うわよ。怪我のことだけじゃなくて、嘘がバレて篠原が島を去るなんてことにならなくて本当に無事でよかった。俺を誰だと思ってんだよ。アカデミー最強の七つ星だぜ。別に大したピンチでもなかったっての。ほんと嘘つきなんだから。